ドビーなんかおらんね。ハリーポッターやもう。ほら鼻の中入ってけそう。ねえシューって映ってるから。おお世界観やべえ。あざやざやこんとです。ガリです。いやあっちゃん、はい、遊園地だぞ遊園地。今日は嬉しい。よかったな、うん、やっぱりね東南アジア旅行してるんですけど、うん、やれボートで2日間移動だ、うん、やれバイクで500キロ移動だ、うん、やれ灼熱の中を歩くなど、そんなのやるやん。そんなのばっかり。そうやっぱり新婚旅行だから。ディズニーとか、うん、行きたい。そうだよな、うん、そうやっぱり新婚旅行なんでね、はい、ベトナムのディズニーランドと呼ばれるところに来ました。おーよかったな、ね、ちゃん。遊園地にね、こんちゃんが連れてってくれるっていうから楽しみにね、してきました。日本のディズニー俺ら行ったことないんでね。そう、こんちゃんね、連れてってくれない。違う違う違う。じゃあ、よくないぞ、今のは。よくないぞ。でも、ベトナムのディズニーにはこうして来れたというところで、はい、いや、楽しみ。かなり面白いらしい。そう、めっちゃ大きいんだって。世界12大テーマパークって知ってますか？ここのベトナムのディズニーみたいなところが、はい、アメリカのディズニーワールドとか並ぶレベルの中の一つに入ってると。おーすごい。めっちゃ期待していいと思う。はい、マジで期待していい。楽しみ。行こうぜ。行こう。よし。おー、めっちゃめっちゃテーマパーク感ある。ミニストップあるね。すぐ隣がミニストップ。とりあえずチケット買いたいな。誰もいないんだよね。誰もおらん。誰もおらんな。すいませんすいません。あ、こっちおるな。入場券入場券。いや、リさん Yes Two Two person Yes Come on。 チケット買ったぜ。買った。1100円、大人一人。おー、昔はもうちょっと安かったらしいけど、それにしても安いな。安い、ね、世界12大テーマパークが1100円。おお、すげえ。なんかすげえぞ。なんか竜がいる。なんかあれだよな、日本のディズニーとか、うん、ユニバとか回転待ちのさ行列できてるじゃん。できてる。ここスムーズですね。なんかだいぶ暇そうですね。いや暇そうじゃない。あのなんて言うんだ、いい感じですね。カムーン。あー、わー、すげえ。おお、空いてんな。誰もおらん。なんで。そうでしょ。これ本当に12のテーマパーク。これ12大テーマパークですよ。これ空いてる分に関してはラッキー。まあ確かに。うん。ちょっと不安が出てきた。あ、待って待って。マジ。12テーマパーク。ベトナムのディズニーランドや、ここは。本当に？ベトナムのディズニーや。あれあれやん、いるやん、こういうのディズニーランドにも。カリブの海賊みたいな。わー、すげー、でっけー。ワクワクしてくる。テッテッテーンテッテーンテレレレレッテッテーン。ユニバじゃない。テレレレレ。テーマパーク違いで。テレレレレ。わー、すごいすごい。貸し切りじゃない、俺たち。この説出てきてる。あれあれ。なんだここ。何あれ、なんだここ、すごそう。おお、すげえ、すごい、かっこいい。靴脱げって書いてある。おお、テーマパック、テーマパックっぽい。何のテーマパックディズニーと並べるから、これ笑ん。おお、すげえ。おお、謎が多すぎる。お、すごいやん、ほらアクアマンみたいのいる。アクアマン、こんな感じだった。アクアマンおるやん、ほら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 。すごい、子供に慕われてるアクアマン。え、すごい、子供に慕われてるアクアマン。アクアマン、すごい。すごい小煩悩なのかな。スパイダーマン、おるわけないやろ、そんなスパイダーマンがな。何これは。すげえな、本当に本当に貸し切り営業だな。ねえ、まあ俺が貸し切っといて、あーちゃん実は。本当に、うん、
すごいね、こいちゃん。実は貸し切っといた。貸し切れちゃう。道明寺、道明寺。そう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 。古いよ。お、すごいよ、あるちゃん、ほら。うわ、なんだあれ。お城だ。おお。うわ、かっこいいのある。すごい、かっこいい。すげえ、なにこれ。なんか違う毛色のやつ出てきた。急に西洋みたいな建物出てきた。え？ホグワーツはあかん。ホグワーツはあかんな。ユニバ。ホグワーツって言っちゃあかんな。あ、ホグワーツだった。いや、そんなある。そんなのホグワーツ。いや、違う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 。そんなんあるわけないでしょ。この時代に。ユイいる。ドビーいる。え？ドビーがいる。ドビーなんかおらん。ドビーじゃないってこれは。ドビーなわけないでしょ、あちゃん。え、ドビーでしょ。そんな令和の時代にそんなことしないでしょ、本当に。本当に？何これ。うわ、なんか強そう。トロール？え、そこまでさ、ハリーポッターも怖い。え、ハリーポッターやもう。10万ドン。お。ここは怖いですか？あらいこさあらん。おえー、怖いの？怖い、めっちゃ怖いみたいな感じで言ってる。よい。頑張れ的なあれか。大丈夫？いや、仮面。ユニバのハリーポッターなら怖いよ。ユニバのハリーポッター、俺ゲロ酔いした記憶しかないから。こいちゃん本当にその場で吐きそうなんだよ。回りながら吐くとこやったから。おー、行ってみるか。行ってみよう。いろんな怖さがあるよ。いろんな怖さがあるよ。ちょっとユニバのハリーポッターやったら本当に嫌だな。乗り物か。乗り物だと思う。なんか乗り物が多いかみたいな。よし、行ってみよう。仮面。え？あれ？どうした？どうした？どうした？あれどう見ても何が？え？いや、何ですか？何ですか？え？じゃあれベトナムの方でしょ？あれはあれベトナムの方だと思いますよ。あれがあのボルデモートさんのわけないですからね。名前言っちゃいけないやつじゃない。名前言っちゃいけないやつ。12大テーマパークがそんなことするわけないから、あちゃん。12大テーマパークが、ね、そう世界に誇るそんなテーマパークがね。そんなことより怖そうなんだけど。行ってみよう。お化け屋敷か、こっからなんか乗るのかな。怖い、もう怖い。あ、やばい、お化け屋敷じゃん。違うGo this way って書いてある。ちゃう、本当に、入るよ。暗すぎて全然見えん。うわ、なんか当たった。殺すぞって言ってるぞ、あちゃん。殺すぞって。真っ暗や。バジリスクだ。バジリスクちゃん。痛いよ。デスプリズン、アズカバンやん。おお。あれ、これは炎のゴブレット的な。エグジットする。え？エグジットする。離脱しちゃうな、ちゃん。待って、マジ。あんたどこ行くの、それボイラー室。俺一人やだよ、一人。おお、ドビー、狼男だ。あれ、ルーピー先生。やだよ。なに、でかいって。あ、やっと出れた。あ、出れた。あ、はい、しんちゃお。しんちゃお。めっちゃ誇示してる。急に現実。バレたー。
一気に体力持ってかれたな。もうええわ、お腹いっぱいだわ。おお、相変わらずマジで人いないな。本当に貸し切りじゃん俺たち。大丈夫？大丈夫、経営成り立ってんのこれ。ナルトや、ナルトがいる。ナルトだ。アナ雪もいるよ。やっぱディズニーやん。アナ雪もいる。あいちゃんディズニーやった。やっぱめちゃくちゃやっとるな。ドラえもんもいるわな。マッサージチェアあるのいいやん。すごい、ハンモックでお昼寝もできるって。お、いいね。疲れたお父さんたちはここで休めると。いや最高だよ。素晴らしい。ディズニーも導入した方がいいと思う。いや人全然おらんな。お、人いると思ったら従業員さんが遊んでるもん。スワンボートもあれば観覧車もあるからや。遊園地としてはめっちゃ結構ね楽しめるね。しかもやっぱさ、ディズニーとかってさ、カップルが結構喧嘩したり別れるところでもあるっていうじゃん。待ち時間が長くて喧嘩しちゃうとか、ここはないからね。待ち時間ゼロよ、ひたすら楽しめるから。観光客もゼロ。なことないよ、こんちゃん。さっきいたもん。3人ぐらい見た。行ってくるわ。行ってらっしゃい。おお、すげえ。すげえ。わ、パッケージされた。すげえ、いけいけ。やべえ、あーちゃんが解き放たれたぞ。ハムスターを見てる感覚やな。何してんの。何してんのマジで。飽きたな、完全に。完全に飽きてるな。お、すごい、マーメイド、マーメイド、まるでマーメイド。お兄さんすげえ優しい笑顔で見守ってるわ。やべえこれ。めっちゃでかい。これ鼻の中入ってけそう。ねえ、シューってスポーンってやりそう。しんちゃお。じゃあジェットコースター。いやー、Thank you、カメン。じゃあ行くぞ。なあ、これがジェットコースターだった。これが思いもせず、まさかのジェットコースターやった。こんちゃん行けるか。サンキュー。なんでまた怖そうなの。あ、なんかお化け屋敷感ある。はい、え、めっちゃビビ、めっちゃビビ。大丈夫大丈夫大丈夫。何で、なんだよ、持ってるよ持ってる、大丈夫大丈夫。なんでこうなるの。あれ、ジェットコースターどこや。ジェットコースター、なんでなんで。ジェットコースターあるじゃん。あれ、ジェットコースター。あー、やだー。あれ、ジェットコースターじゃないの。足が水道を出した。もう落ちたいじゃん。どこだよ。闇だよ下。もう落ちた。あ、ジェットコースターあるわ。ほらほらほら、怖いんじゃんじゃん。目の前に行った。行った。椅子に。おー、すげー。目の中おるし。何何何。おな、何やった今の。なんか1分間ぐらいだけ地獄みたいな場所飛んだ。ぐる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 回って終わった。ああ、謎だ。ああ、自販機がいろいろあって、わたあめとご飯、ラーメン。カップ麺やんじゃん。しかも120円で良心的、ちゃんとお湯注げるし、めっちゃいいな。水も1万ドンだから60円で売ってるし、安い。すげえ良心的だね。うわ、ジュース買おうよ。オレンジと、わ、すげえハイテク。おーおーおいおい、しんちゃおー、カムーン。いやー、センキュー、カムーン。よし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 。うわー、すげえ。いかついね。いかついね、なんか私の知ってるのの5倍ぐらいでかいね。ハイウェイオアシスの魚さ、これの10分の1ぐらいじゃん。全然ちっちゃいよねえ。いろんな人の赤食べて成長しすぎたんかもしれん。やめて、なんか気持ち悪いから。いいな、安いわ。ボクターフィッシュ日本やとめっちゃ高いもんな。結構高いよね。わー、すごい。あー、ちょっと休憩だわ。休憩休憩、入ります。今度行きます。
スイッ、あー来たー、あー、うわー、やりやりかゆい、怖いなー、人、お、突入言ってくる、ポンちゃんが人気すぎるあれ、何この圧倒的な差、ちょっとカブチから強いよね、え、なんでこの差ある、何この差なんかすごくない差すごい、ポンちゃん、ポンちゃん人気え、すごい引力じゃない俺、なんであんた全然やってかん、なんであんちゃん全然やってかん、ポンちゃんが人気すぎる、すげえ俺の足寄ってくるんだけど、嫌な持ってかった、すごい人気なんだけど、人来たけど、そんなに寄ってる様子がない、ポンちゃんの足に全集中してる、俺の足がダントツすぎるんだけど、めっちゃ気持ち悪いんだけどもうええって、もうええって本当にわあ、今度こそジェットコースターだ、これに乗る気だったんだよなあ、これだこれ、12万、6万、 Thank you、 うわあ怖そうだな、いけるかな、子供用でめっちゃ、本当に、うん、140センチなら乗れるって書いてあった、本当に、うん、ビビり散らかしてる今怖くない、挑戦ですね、最大の挑戦、本当にベトナム最大の挑戦おー、カムーン、おー、おー、いや、カムーン、うわー、びっくりした、行ってよ、ビビりなんだから、ビビってないよ、ちゃんと捕まるよ、あっちゃん、危ないぞ、危ないことになる、なんかすごい、あれ、ね、来ない、なんかゆっくり、あ、なんか、やばいやばいやばい、はい、しんちゃおー、カムーン、おっしゃ、目玉だぜ、カムーン、ここにはすげー量の、おー、ワニここにはもう2万匹を超えるワニがいるらしい、2万匹対2人おらんぞ、おかしいぞ、おい、ワニ2万だぞ、これは珍しいだろ、今閑散期なのかな、なあ、おかしいな、ワニの方が多いやんけなあおお、足元を通っていく、すごいね、でかー、すごいね、今秒だよ、何もなすべもなく食われちゃうよ、寝袋みたいに食われるやんちゃう、ほーん釣りができるんですよ、確か、そう、釣りができるんですよ、ワニ釣り釣って、おお、いや、カメーン、30円、30円でこれ、餌30円なり、なんだろうこれ、なんかすごい、何の肉のどこの部位なのかわからないけど、見たことない、ちょっと高めに設定しないと、少しだけ、うわ、行くよ、うん、お、なんかおばちゃんも撮ってるオッケー、行くぞ、行く、行くぞ、せい、あ、こいつ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 釣れそう、ヘブルムが反応がないヘブルムがヘブルムがおお、映ってるかな、ヘブルムが引っ張ってる、あんなあんなあんな、おおおすごい、やっぱモテしてる、持ってちゃおう、ゴクンって言ったワンモアワンモア、いや、いい、仮面仮面、ちょっとあの二人の見よう、それしよう、ほんとろ、もう一回、うわ、おーおーおーうまいぞ、おいおい、猫みたいに扱っている行けー、
どうだどうだ。先生。先生。先生。盛大にする。餌に寄ってきております。すごい音もなく忍び寄ってくるね。怖いよな、これ本当にアマゾンとかだったらさ全然わかんないまま、あ、死んだことにも気づかないかもしれん。来るか。うわぁ、お、U ターン U ターン U ターンしてきた、 U ターンしてきた。うわぁ、おぉ、重い重い。うわぁ、釣り上げるのは無理。なんなら私が行きそう。すごいよね、力。うわぁ、すっぽ抜けた。でけえなー。ねえ、すべての規模がでかいわ。でかい。うわー、食われそう。鳥ー、ね、ーでっけえ鳥ー。大冒険に出かける音がする。ユニバやん。すごい。ユニバのそれやんけ。おープールやべえ、ね。なんだあれ、世界観やべえ。ああ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 あというわけでね、はい、ホーチミンに戻ってきたんですけど、バイクがすごい、すごいね、本当にバイクの量がもうすごいのよ。もうな、なんやろな、やっぱ生活の足なんだろうね、全部ね。そうだね。てなわけでね、はい、今からなんか格安でステーキが食える店があるらしくて、そう、そこに行ってみる。夜ご飯はステーキだ。夜ご飯はステーキ。おお、着いた。大人気店じゃん、むっちゃ繁盛してる。いけるかいなぁ。じゃあ、2 people yes。 あ、thank you。 おー、めっちゃ安い。ビーフステーキ 100g 43,000ドン、250-60円。安っ。ラムもダチョウもある。あ、ワニもある。ワニ食える。いっぱいあげてきたのに。ワニ食えますよ。パスタも180円ぐらい。安っ。めっちゃしっかりステーキやん。え、これで250円ぐらい。そう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 。すごくない？お肉もそうだけど、うん、ポテトにサラダに、うん、しかもパンまでついてるね。すげえ。やばいな、コスパ。いただきます。まあ、俺らこの前。しかもお茶も無料で。そう、お茶までついてくるっていう。いただきます。はい。なんだろうこれ。これあんた適当にソース選んだけどさあちゃん、これなんかブルーベリーっぽくない？なんかなんかね、ちょっとだけ。うん、どうすか。うん、すごい、すごい。思ったより全然柔らかい。へえ。硬いお肉なのかなと思ったの。全然柔らかいし、うん、肉汁もジュッて出てくるし、うんうん、おいしい。へえ。もしかして何かやばい肉なんじゃない？安すぎて。パンめっちゃ柔らかい。おお、すげえ。すげえ。いただきます。どうぞ。ダチョウね、びっくりした、選んだ時。ダチョウってうまいんかな。ダチョウちなみに80キロぐらいで走れるんだよね。あ、そうそうそう、めっちゃ速いんだよね、あいつ。ワニ行こうと思ったんだけどね、俺ら岡山でワニ食ってるから。そう、ワニ食べたんだよ。まあ、ええかと思って。いただきます。どう？柔らか。柔らかい。めっちゃ柔らかい。鶏もも肉ではないと思うんだよ。うん、なんか胸っぽいんだけど、うんうん、すごいなんか低温調理されてるのがすげえ柔らかくてしっとりしてる。ダチョウうまい。さすが80キロで走るだけあるな。関係あるかそれ。うまい。コスパ良くね。めっちゃいい ね。こっちもめっちゃ量多いしな、なんか。海苔で頼んだフライドライス。これもめっちゃ安かった。本当。これ120-130。安っ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。
ヘンテコな遊園地でとても楽しかった思い出ができた2人。しかし次の日から事態は一変する。次回とったびぶっ倒れる。さーてこの次もサービスサービス。